先生。皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は無印良品さんで10月25日の金曜日から11月の4日の月曜日まで無印良品週間が始まりました。今まさに今日からスタートしました。はい。で、私いつも愛用しているもの、動画でもご紹介をしています。発酵導入液とか発酵導入美容液など愛用しているエイジングケアシリーズ、はい、お話をしてますけれども、そちらを買ってきたので、今日はそちら購入品をご紹介したいと思います。では早速スタート。もう何回も無印良品さんのスキンケアシリーズもうすごい愛用しているので、何度もご紹介をしてるんですけれども、米ぬか発酵の美容液など、そして私の愛用しているもの、はい、それがこれも購入してきたんですけど、これはね、もう ずっと、もうほんとストックすごいいっぱいあって、これがエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク、はい、がこれすごい私のナイアシンアミドがすごい入っていて、ですごい低価格なんですよ。これ1990円なんですね。 80g 入って、でこれとにかく愛用してて、でさらに愛用してるのが、もう本当に皆さん何度も見ていただいてると思うんですけど、私の大好きな発酵導入美容液で、これも発酵米ぬかが入ってない時は導入化粧液だったんですけど、これをスプレーでシュッシュッシュッシュして、もうこれ今ないからまた足さなきゃいけないんですけど、はい、これを買ってきました。はい、で今愛用してるこの発酵導入美容液、これも発売されてからずっと使ってます。この良さはもうほんともっちり肌が柔らかくなる、はい、ですけど、これについてなんか熱く語ってる動画を2本撮ってるんですけど、なんとまだちょっと編集し忘れてて、この間整理してる時に全然上げてないって思ったので、これは熱く語った動画はまたちょっと別で上げたいと思うので、今日は購入品ね、はい、ご紹介しますけど、でこれは今使ってるものだけど、これの、はい、もうなんかあっち行ったりこっち行ったりまた得意の話が飛んでますけど、これも買ってきました。発酵導入美容液、はい、でこれ天然由来成分 100% のこだわったコクのある導入美容液、成分の 65% 以上が肌にハリと潤いを与える米ぬか発酵液です。化粧水の前に使用し、保湿成分が角質層まで浸透しやすい滑らかな肌に整えます。はい、発売してから何本もリピしてます。はい、こっちね裏見せてたけど、これ同じものです。これもまたストック買ってきちゃいました、せっかくなので。で、そう、無印良品週間は 10% オフです。お買い得です。はい、なので買いに行ってきました。はい、これとこれね。でも最初は発酵導入化粧水をすごく愛用してたんですよ。で途中からこの美容液が発売されたので、これも使用したらもう本当にもっちり、さっき言ったんですけど、もう肌荒れ全くなくなりました。あと乾燥なくなったので、ハリ、潤い、もっちり柔らかくなりますので、ぜひエイジングケア、はい、40代50代60代の方、はい、もう30代でもいいと思うんですけど、はい、気になる方はぜひ、はい、使ってみてください。はい、とにかく動画、また違った動画あげますね。でこれもおすすめです。これもずっと愛用してます。はい、これ詰め替えパックになりましたので、こっちを買ってます。はい、それで私がお話ししたいのはこちらの、これも買ってきたんですけど、エイジングケア
これについても熱くいつも語ってるんですけど、別動画で出しますね。はい。エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク。で、これは、80g で1990円だったんですよ。で、これもすっごい愛用してるんですよ。で、これにお世話になってから、張りとシワ？シワがなくなったんですよね。まあもう私本当に年齢重ねてるけれども、なんかこう、アロマの手作りの化粧水をずっと使ってたんだけど、そこになんかナイアシンアミドとかいろんなもの、乳液とかクリームに手作りのものに入れるのよりもこっちを使った方が早いと思って、で、この話題になってたもの、だいぶ前にね、話題になってからはずっとこれを使ってるんだけど、本当にその時ちょっと悩みだったシワとかがなくなってると思います、確実に。はい。で、これは、本当に何個もリピしてます。はい。でもこれ使ってるんだけど、こういう感じですごいこっくりした感じの、とってもこっくりした感じのクリームなんですよ。で、夜寝る前にたっぷりつけるんだけど、私は寝るお風呂上がりに、まあもちろんパックしたりとかして、スキンケア全部やってパックして、でこれを塗るんですけど、で寝る前にもつけてます。お風呂上がってからいろんなことして、まあ家事とかね、その洗い物とかしたりとか洗濯たたんだりとか、まあいろんなことするじゃないですか。お風呂上がってから寝るまで時間がかかるから、で今もう乾燥し始めの、もう今一番大事な時期なので、すごい暑い時から秋に寒くなるので乾燥すごいするので、なのでもう一回塗ってます、寝る前に。はい。もう乾燥しないように保湿第一なので塗ってます。はい。これが手放せない私の、はい、必需品ですけど、はい。これナイアシンアミド配合でシワを改善します、乾燥が気になる肌をもっちり張りのある肌に仕上げますって書いてあります。はい。で、これをまた買いに行ったら、今回ね、今日ね、そしたら、なんと、このシリーズも、米ぬか発酵液を入れますって。で、今、あれ言ってなかったかな、その、今、無印良品さん、この、米ぬか発酵液を開発して、米ぬか発酵液を開発してから、スキンケアシリーズに、いろいろ導入してるんですよ。で、エイジングケアとかも全部、それが入ってて、今回も入ってますって言って、で、なんとこちらがもう売れているから、はい。なので、新しいものを出しましたって言われて、で、なんとこれ衝撃、これが廃盤になります。今あるものが売れたら、これがなくなるって言われたんですよ。で、私衝撃と思って、そしたら、じゃじゃーん、これを買ってきたんですけれども、こちらが薬用リンクルブライトクリームマスクって言うんですね。で、これ同じ 80g なんだけど、これがなんと新しい、こちらのナイアシンアミドも入ってる、こちらのプラスバージョンアップしてこちらが作られたということで、で、これがもう在庫限りでなくなって、これしかなくなるということで、で、これを2個買ってきちゃいました。しっかりと。はい。で、これが 80g でこちらと一緒なんだけど、これは1990円なんですけど、こちらは値段が上がりました。2690円になったんですよ。値上がりしましたね。1990円。これは、なんかちょっとお店でテスターを、したら、今までのものより、ちょっと柔らかめになってたんですよ、クリームが。ちょっと、あ、そんなことないか。なんか柔らかくなった気がしたんだけど、お店暑かったからですね。これなんか柔らかくなったなって思ったら違いました。これバラのエキスとかたくさん入ってる、配合されてるものがたくさんちょっと変わったっていうことで、今までのこのエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスクにプラス、米ぬか発酵液プラスバラのエキスとか他にもいろいろたくさん入ってますっていうことで、香りもすごく良くなったんですよ。はい。メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぎ、シワを改善するって書いてあります。こちらの詳細は
こちらにまた貼っておきますので、それを読んでみてください。はい、だからこれすごく使うのちょっと楽しみなんですけど、値上がりはしたんですけど、プラス、あとそう、これ前はシミそばかすとか書いてなかったんですけど、シワとハリプラスそれも抑えてくれるっていうことでバージョンアップしてます。はい。で、これが新しくなったっていうことで、はい、買ってきました。はい。本当にでもね、本当にすっごいもっちりするので、本当触ってみてって言いたいぐらい、もっちもちで、だから乾燥知らずだからパキパキしたりとか、なんかここに粉吹いたりとか、そういうの一切ないので、皆さんぜひね、使ってみてください。でなんでこんなにね私が熱く語ってるかっていうと、ずっとね無印さんこのリンクルケアねマスク愛用してるかっていうと、ナイアシンアミノが入ってるものって本当にお高いんですよ。で資生堂さんとか1万円とかも万超える感じで、でハイブランドとかだともっと高いんですけど、無印良品だとナイアシンアミノ入ってて1990円っていうのは絶対ありえないって言われてたのに、こう実現されてて、でも使ったらすっごい最高にいいんですけど、でさらに売れすぎてるからまた作ったってお店の人が言ってるので、またさらにシミそばかすも防いでくれるって心強い感じですね。はい、いろんななんか年齢重ねるとシワもシミもそうだし、そばかす、まあ顔のね明るさ暗さクマとかほうれい線とかいろいろいろんなところをちょっとカバーしなくちゃいけないから忙しいんだけれども、だからっていっぱい入れすぎてもねあれですけど、私はだからこれでまあ美容液プラスしてますけど、このクリームもなくては生きられないっていうぐらい本当にヘビロテしてます。で新しいバージョンアップしたねこちらのシリーズは使ったらレポします。でそれかもしかしてもうちょっと詳しく、今日は購入品だけどバーッと話してるから、また詳しくレビューして、で使って使用感とかどういう感じかっていうのもちょっとまたレポしたいと思います。はい、今日はねなんかちょっと興奮気味に、いつも興奮してるけれども、はい、でも本当にこれはねおすすめなんですよね本当。まあだからどっち買ったらいいかっていうと、私はこれがしかなかったからこれをずっと愛用してたけど、今後もなくなっちゃってこれがすごいさらにバージョンアップしてると言ったらこれの方がいいと思います。だから皆さん今から買う方はこっちの方がいいと思います。お値段ちょっと高いですけどね。でお値段はまあそんなに出さないで、このちょっと試してみたいっていう方はこっちが今1990円だから、エイジングケアのこっちのシリーズが、だからこれを試されてもいいと思います。はい、とにかく保湿が大事ですね。乾燥させないこと、お風呂出てすぐに保湿するのがいいと思います。はい、その辺もそう、2本も動画撮ってるのに全然アップできてないから、ちょっとかぶっちゃったりもするかもしれませんけど、熱く語って説明してるので、それもよかったらこれから編集するんだけど見てみてください。はい、だから匂いすごいいいね。今までのエイジングケアのマスクの方は匂いそんなになかったんですよ。うん、だけど新しい方はバラのエキス入ってるっていう風に言ってたので、それも楽しみです。はい、そうだから今日は購入してきたものはこちらの発酵導入液と、あとこのエイジング薬用リンクルケアクリームマスク、そして新しいこの薬用リンクルブライトクリームマスク、はい、あとねもう一個ね発酵導入美容液、はい、これ何個も買ってます。はい、スキンケアシリーズばっかりご紹介してますけど、じゃじゃーん、なんかレジ前にあったので慌ててこれだけ買ったんですけど、ちょっと時間がなかったからラルフローレンのセール前にちょっとババッと行ったので、慌ててこのもういつもの愛用のものをババッと買って、でレジ前にあったから1個だけピッて取ってこれを買いました。はい、今日は無印良品で購入してきたものをご紹介しました。はい、では冒頭にもお話ししたように、今無印良品週間って言って、10月25日の金曜日から11月の4日の月曜日まで無印さんの商品は 10%
オフになります。多分会員登録アプリがあるんですけど、それに入ったらだと思いますので、ただあのお買い物するとじゃないと、まあ、多分アプリを入った方だと思うので、そこら辺も詳細ちょっとあれですけど、私はもともと入っているので、いつもその無印良品愛用しているので、その習慣の時にあの 10% オフなので、お買い得なので購入を、はい、ストック買いしております。はい、なので他にもね、あのおすすめのものたくさんあるんですけど、ぜひそういうねお買い得の時に新しいものをチャレンジするのもいいと思うので、ぜひぜひその無印良品週間の時に 10% オフぜひご利用して行ってみてください。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよならー。